父ゴンザレスことアレクサンダー・ゴンザレスはアメリカ合衆国フロリダ州パームビーチ郡ボイントンビーチ出身のプロ野球選手。現在は MLB のコロラドロッキーズ所属。登録名の父は彼の祖父によって付けられたニックネームであるがアレクサンダー・ゴンザレスやアレックス・ゴンザレスでは同名の選手が多数いるため父を登録名としている。 高校卒業時に2010年の MLB ドラフト11巡目で、ボルティモアオリオールズから指名されたが、オーラル・ロバーツ大学に進学した。2013年の MLB ドラフト1巡目で、テキサス・レンジャーズから指名された。入団後は、参加の A-9、スポケーン・インディアンスや、a 級マートル・ビーチ・ペリカンズに所属した。2014年は、a 級フリスコ・ラフライダーズに昇格した。 2015年は、トリプル a 級ラウンドロックエクスプレスで、シーズン開幕を迎えた。5月30日にメジャーに初昇格し、同日のボストンレッドソックス戦に先発した。5回まで、レッドソックス打線を無安打に抑え、6回表に、デビッド・オルティーズに2塁打、マイク・ナポリに2塁打を打たれにアウト2.3塁となった時点で降板したが、後続の投手も抑えたため5回に、 三を無失点となり初勝利を収めた。その後は時々、先発でマウンドに登る機会があり、投げた14試合中10試合で先発登板した。4勝6敗、防御率3.90という成績を記録し、4勝のうち1勝は完封勝利だった。2016年はメジャーでは3試合に先発登板しただけに止まり、防御率8.71、2敗。 ホイップ2.90と結果を残せなかった。トリプル a 級ラウンドロックでは25試合中24試合に先発登板し、防御率4.70、8勝10敗、ホイップ1.44という成績を残した。また、基本塁打の少なさが光り、138.0回で打たれたのは8本だけだった。2017年は、 右尺速速副人体損傷で開幕から60日間の故障者リストに入りそのままシーズンが終了した。オフの12月1日にノンテンダー FA となったが4日にレンジャーズとマイナー契約を結び2018年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2018年11月2日に FA となった。2018年12月4日に コロラドロッキーズとマイナー契約を結び、2019年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2019年は開幕を参加の AAA 級アルバカーキアイソトープスで迎え、6月25日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。2020年オフの12月2日にノンテンダー FA となったが、11日に マイナー契約で再契約した。2021年3月27日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。ありがとうございます。